日本最大級総合ホビー専門店タムタム。遊びの宝箱タムタムに来たらワクワクがいっぱい。タムタムオンザホーム。人はね、あれなの、マグネットでつけてる人が多くて、マグネット、うん、ボディをね、うん、だからワンタッチで取り外しができる人が多い。で使うと、そう、だからボディの脱着がすごい簡単。それやったら、あれにしたら、横にサイドつけてる。サイドもありよね。マジックテープにしてる。ああ、マジックもありやと思う。昔は、我々のゼロワンの時代は全部マジックにしてるね、うん、とにかく外から見えないようにする人が多いです。だから重くなったりするんで、走りにこだわったりする人はそうポスト使って軽くする。だから分かれるね。このぐらいでいいのかな。適当でね。さて、長い道のりでしたね、ここまで。メガズリーからやっと本命の車を走ります。ドリフト専用車動くかな。そんな向かったってんでもねえな。あ、でもすごくいいんだよね。あった。あ、センスありますね。普通にいけそうだね。こんだけ走れれば見つけない。あんなとこにガードがあった。違うよね。肉の難しさある？あるね。でも、なんとか頑張ればいけそう。あんまり褒めたくないけど、うまい。大丈夫やね。十分やね。ここまで走れたら。なんか走れるもんやね。これは整備不良じゃないよね、残念ながら。これは私のせいじゃない。スクートだよね。どこにいるの？ここの。これはね、さすがに誰でも走れへん。もうちょっとうまく走れるかなと思ったけど、走れへんなと思ったらそこか。よかった。これは全く車輪が効いてない状態よ。ちょっとごまかそうと思ったけど、ごまかせんの。きっかけだけ作ってしまえば、あとはもうアクセルコントロール。逆半勝手に当たってくれる。スピード出せば出すほどカウンターが当たる。スピンストになったら緩めれば止まる。スピード。そうそう、止まった。このよりは。そうそうそう、ほぼアクセルコントロールで走るから。そう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 、そのよりはそのよりそうそうそう、もうスピンしなくなってきた。そういうことです、そういうことです。読み込みが早いっす。聞いてるの俺の話。聞いてますね。聞いてる、聞いてくれ。なるほどね。
的か的かってのはアドバイス。そう、スピンしそうになったらスピードを緩めるのはポイントやね。そう、疲れた。じゃあ長いことやりすぎよ。もう容量は分かりました。分かる、うん、でもやっぱり練習が必要。練習必要、分かる。みんな長いこと練習するの分かる。なんかこうなんとなくこうコツっていうかね、こうすればいいっていうことは分かったけど、やっぱりレシピとは全然そのテクニックが違うんだよね。レシピってどっちかっていうとステアリングコントロールっていうよね。そうそう。でこっちはどちらかというとパワーコントロール。そう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 。昔あのオンロードが始まってオンロードやった時に全然違うテクニックよね。これ両方やったら絶対良くならないって思ってて、我々もオンロードやらなかったけど、実際やりだしたらもういいとこ取りできるんだよね。ああ、そうね。でもやっぱり、うん、なんとなくドリフトの面白さっていうのが分かったけど、走れるけれどうまく走れない。まあこれ一緒やけどね、車は壊れないよね。そう、壊れにくい、うん、壊れにくいし、まあ、そういう風に長く走る。ただこれ見てると皆さん簡単そうに走ってるけど、ちょっと今自分のレベルではそこまで走ってないし、あっちに走ってみたいけど、ちょっとあんだけ走ってると走りにくいよね。まあ、そんなにいっぱい走る、ね、今はもう、うん、お客さんすごい多いね。多いね。もう少し練習して、この中に食べるようにちょっとやってみたいな。あのスピードが遅いのはいいよね、目がついていくって。まあ、そういう意味ではいいかもしれないですね。また来ますか。また来ます。また来る。うん、このもうちょっと気合いで練習します。でも同じやるんだったら、この水で詰めた方が、やっぱり難しいように挑戦するっていうのがいいと思うんですよね。あの走らせやすさでいくと、4区の方が走らせやすいと思う。実車に近いのは2区なので。まあもうちょっと今度ボディをなんとか調達して、まさにこうスイングスイングで走行できるように。じゃあ僕も練習しますわ、うん、ちょっとそれを皆さんに見てもらえるようにしましょう。よかった、僕のボディが無事で。全然当たってないもんね。ちょっと当たってない。これだったらどんなボディつけても当てなくて壊さないね。大丈夫、うん、ということで今日のところは締めあります。はい、お疲れ様でした。それなりにグリップタイヤつけてみました。それちょっとどうなるか試してみましょう。